皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月の27日、22時6分、本日の試合、残念ながら阪神タイガース負けてしまいました。まあ、試行錯誤しながらそのピッチクロックとかに合わせてですね、エシロンプラスホームページ淡井圭介の履歴、まあ、淡井圭介の履歴を、お渡しいたしますだとか、まあ、そういうワードで今日試合を進めていて、まあ途中から、まあ以前の淡井圭介の頭の中を、例えば打者の場合は、バットコントロールプラス選球眼だとか、選球眼プラスバットコントロールでお渡しいたしますだとか、まあそういうふうな内容に、まあ変えてみたりとかもしました。まあ試行錯誤しながら、その今日一つだけ負けはしましたけども、良かったことが一つ、発見できたのが、例えば今日中野選手がバントするとき、中野選手に合わせますっていうワードに変えたんですよ。でこれは作戦って多種多様にありますので、バントの構えを教えるだけだったら、まあ、何かわからないっていうところがありますから、まあ、中野選手に合わせますで、しっかりバントできてるんですよ。で、あと、島田選手がバッターボックスの時、ヒットエンドランで、しっかりとゴロを打ててるんですよ。で、そこも、島田選手に合わせますというワードを使ってるんです。今のところ、まあ、確率 100% で、その作戦は成功しています。ただ今日の試合に関して、その、まあ、1回目の1イニングの時、阪神タイガースが押してたじゃないですか。で、大山選手の時が、2ボールノーストライクで、エシロンプラスホームページ淡井圭介の利益を唱えながら、深層心理の方で、狙い打っていいですと、まあ、そういうふうな、ワードも送ってるんですよ。で、以前から動画で言ってたように、まあ2ボールノーストライクのカウントって積極的に打ちに行った方がいいと、まあ、大抵相手ピッチャーストライクを入れてくるっていうケース、さらにまあストライク重視で、まあ9割型とか8割型の力の入れ具合で、ボールを投げ込んでくるとか、まあ、ストレートだったら、まあ、そういうような形でストライクを欲しがるので、しっかりとヒットが打ててるんですよ。で、満塁になった時に、前川右京選手の時なんですけども、前川右京選手の時も、2ボールのストライクのカウントだったと思うんですよ。で、そこで、まあ、僕も、その大山選手の時と同じように、その狙い打つ部分も言葉のワードで組み上げていたんですけども、まあ、その内容が届いてなかったのか、まあ、そのシーンがすごく、まあ、もったいなかったなというところです。ただし、これ分からないんですよ。ホームページ、淡井圭介の履歴を込みで、エシロンコンピューターと、そういう内容で、行っている以上、民法720条の正当防衛、102があります。大抵の試合、まあ、相手側がこう先に先制点とかをしてから、同点になったり逆転とかしてるケースがかなり多いという部分があります。だからまあ最後の方なんですけども、延長戦で11回なんですけども、まあ、村上頌樹投手が出てきましたと。で、淡井圭介、本日も天の神様への安全のお祈りをしていますと、村上頌樹投手側ですと。まあ、相手バッターの人に、まあ、芯もしくはタイミングよくは捉えられてはいるんですけども、フライアウトにできてるんですよ。だから12回ももうそのワードの組み合わせで、進めようと思って、進めたんですよ。で、12回なんですけども、まあ、ああいうふうに、ランナーがセカンドに出て、まあ、そこもね、大山選手が、まあ、打ち取った打球を取った後、ピッチャーの村上頌樹選手がファーストへ、ベースカバーに行った時に、
送球がちょっと早くて、村上頌樹投手が間に合わないうちにボールを投げてしまったというケースが、まあ、発生してるんですけども、まあ、その辺のところも神一重の試合といえば神一重の試合なんですよ。まあ、例えば昨年のクライマックスシリーズ広島戦で、全試合確か広島戦、広島カープが、先制点を挙げてたと思うんですよ。だから、今日の試合の流れ、まあ最終回、まああのあたりのエラーがあったんですけども、これ判断難しいんですよ。打ち取れてるのは打ち取れてるのと、あとまあ勝負かけて前進守備をしなければならない、場面でした。もう1点も取られてはならない場面でしたので、ただし外野手の人たちが定位置にもし守っていたら、多分森下選手あの打球取れてると思うんですよ。本当に一つの、まあ、一球一球が神一重というような形で、まあ、今日の試合負けてしまったなというところが、まあ、今日の、まあ、感想ですね。まあ、一つだけ良かった点は、これから先 の、 まあ、世界戦も見据えてなんですけども、打者に任せる部分、これを取り入れなければならない。まあ、今日は中野選手にお任せします。島田選手にお任せします。あ、じゃあ、あ、任せるじゃなくて、訂正します。全然違います。訂正します。合わせます。その行動を合わせるっていう形にしなかったら、バスターとかがしにくくなる、盗塁だとか、サインの状態がこちらは分からないですから、その辺のところを合わせようとすると、まあ、サイン交換をしている選手、監督、コーチの内容に合わせる。で、まあ、バッターボックスにいる、バッターの人に、合わせる形にすると。まあ、そういうような形で頭の中を供給をしていました。で、ただし、まあ、今日は頭の中の供給に関しては、ちょっとやや脳梗塞気味の状態での頭の中の供給になってるんですよ。まあ、一瞬僕も頭の中で意識したのが、その、まあ、ポテトチップスの件を今日書いてますけども、買った袋の数が3つなんですよ。で、多分キャッチャーの人、広島のキャッチャーの人もそれ僕は頭の中で気にした時に脳裏よぎって、まあそれはこうセーフみたいな形でジェスチャーしてくれてたんですけども、実は3袋なんですよ。で、まだ食べてもないんですよね。だからまあその辺のところで、まあ、3点で、読売ジャイアンツの方も3点取ってる。で、天の神様への安全の祈りだとか、天気の部分に関しての3点に関しては僕持ちだったわけじゃないですか。だけど物事が逆になってるところで、まあ、先ほどのポテトチップスじゃないかなというところが、まあ僕の見通しです。まあ、ポテトチップスの内容見たんですよ。書いてる文章、ホームページに記載してる文章、各地で読んでもらったら分かる通り、もう あんなものもう20秒以内に読めます。数行しかないですから、5行もないですから。まあ、国内産の ポテトを使ってるかどうかと、あと、ポテトチップスってフライドポテトと性質同じじゃないですか、揚げ物で。だから、何が定食してるのか全く分からないんですよ。おやつっていうことで多分こだわってるんだと思うんですけども、その方向からでいいことですよ。まああとは世界戦でピッチクロックとかバッタークロック、これも様子見ながら対応しようかなと思っています。今のところは言葉のワードが間に合うのであれば、例えば今日延長戦で森下選手に淡井圭介の頭の中を、
選球眼プラスバットコントロール付きでお渡しいたしますだとか、まあ、選球眼プラスバットコントロール付きで淡いケースの頭の中をお渡しいたしますだとか、まあ、その瞬間 50% までの引き上げたとか頭の中の渡す分量です、それを、考えて、森下選手に渡していたら、あのフォークボールとかやっぱりバット止まるんですよ。でボール球にこう、まあ、なかなか手を出さなかったりだとか、他の打者の人たちも同じなんですよ。だから本当は多分そちらの方向の方がいいと思うんですよ。だけどもまあそれをここ最近そのエッションプラス淡いケースの履歴だとかそういう風にしていたのは、そのピッチクロックとかバッタークロックとかそういう内容になった時に、言葉のワードの組み上げが間に合うか間に合わないかで、まあ、対応してたんですけども、もうこれもうここ数試合の結論で、やっぱりその選球眼プラスバットコントロール付きで淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますで、大量に渡す、やっぱりその方がバット止まりますね。で広島 の、 あの島内投手、最初まあ防御率を見た時に、ああ3点台かと思って、まあこの島内投手からまあなんとか1点取りたいなというところだったんですけども、球速まあ、かなり、速いピッチャー、154キロや157キロ一回計測しましたけど、一瞬そう見えたような気がするんですけども、頭の中の渡しながらですから、まあ、基本的に阪神タイガースの選手の方を見ようとしていますから、見ながら渡したりだとか、まあ、そういうような言葉の組み上げをしていなかったら、頭の中どこ行くかわからないですから、まあそうしてるんですけども、まあ、それだけ球が速いと、やっぱり、フォークボールだとかあのあたりの対応の難しさっていうのは感じてたんですよ。でそれで途中から従来通りの、選球眼プラス、バットコントロール付きで頭の中を渡すと、まあ、そういう風な形にチェンジしました。まあそのあたりは世界戦が始まったら、基本的にはそのスタンスで対応して、で、物事を進めていくと、まあ、こういうふうな形です。で、うん。まあ、今日の試合に関しては、非常に、まあ、まず、もったいなかったところが、まあ、前は右京選手を全然攻める気はないんですけども、まあ、満塁の場面で、まあ、ツーアウトとはいえ、ツーボールでノーストライクだったと思うんですよ。あの場面は、もう、ほぼほぼ、もうピッチャー絶対ストライク取りに行きます。もうそこでストライク取らなかったら、だからそこ絶対バット振っていく場面なんですけども、どうですかね。バッターボックスで頭の中どうなってましたでしょうか。いや、その瞬間頭の中こう、取られてる状態とかになってるんだったら、バット振らない方がいいと思います。その後の守備の動きを見ていても、前川右京選手、いい動きしてたんですよ。ライナー性のあたり、最初のスタートは良くて、しっかりと、キャッチ、ノーバウンドでキャッチできてると。だから、1回のその攻防のところで、そこなんですよね。前川右京選手だけにこう責任があるんじゃなくて、僕のその言葉の組み上げで、ホームページ淡井圭介の歴を使用した場合、その正当防衛のところをそのコンピューターが強く意識してる可能性もあると。まあこういうことも考慮しています。今までの傾向を見るとそうなんですよ。まあ、これ以上あんまり動画長くなったら、皆さんあんまり見る気なくなってしまいますんで、もうこれぐらいにしておきます。皆さん本日はお疲れ様でした。一つだけ良かったことが、打者の時、まあ、世界戦とかもそうですけども、その選手に任せるっていう形、任せるじゃない、間違いそうですね、こんなこと言ってたら。合わせますです、行動。まあ、行動というワードは使ってなかったんですけども、まあ、バントなのか、何なのか、ヒットエンドランなのか。だからその辺のところは今日はきちっとできてましたので、もう世界戦ももう、もう打者の人に、こう、ランナー走者が出た時に、もう合わせるっていう形にしようと思ってます。まあ、ここバントかなとか、エンドラン、ヒットエンドランかなとか、盗塁かなとか、まあ、いろんなケースですけども、まあ、その辺のところはそういう形にしようと思っています。
以上です。